吸の火も消えた。せいや、その傷ついた体じゃ標高のままで持たないの。ここは僕に任せて。誓ったはずだよ。僕たちの誰か一人でも必ず標高の間にたどり着くと。そうだ、せいや。まだ3番目の吸だ。ここでお前が倒れるわけにはいかないぞ。よし、わかった。シュン、お前に任せるぞ。シュン、残り時間あと10時間だ。掃除機まで突っ走るぞ。こんなにも同票がいるとは手厚い歓迎だ。シュン、お前のチェーンで邪魔する奴らを倒していくぞ。本当に探されたくない。でも、サオリお嬢さん、アテナを救うためだ。兄さん見ててくれ。僕たちは必ず教皇の間にたどり着いてみせる。シュン、全員片付いたぜ。次に進もう。そうだね、一刻も早く教皇の間にたどり着かないと。なんだこのチェーンは。まるで生き物のように動いていやがる。このチェーンは敵の動きを感じることができるんだ。君たちが攻撃を続ける限り、このチェーンも攻撃を休めない。これ以上傷つきたくなかったら道を開けてくれないか。何を言っているんだ。サンクチュアリの兵が死を恐れていると思うのか。ここも突破された。学校に報告せねば。お前のサンクチュアリに旅立つ前に数えてくれ。僕たちがここに来ることをすごく心配していたんだ。シュン、お前を心配してくれている人のためにも何としてでもこの12球を突破するんだ。つら、あんな心から弓で攻撃してくると。シュン、セブンセンシスを使って一気に間合いを詰めるんだ。我がサンクチュアリの弓兵もやられるとは。こいつがただのブロンズじゃねえ。まるで我が体が打ち破られた。答えるな。今の幸運はここまでだ。我々が聖夜たちを成敗するのだ。あれは第三の球、掃除球か。なんて薄気に悪いのだな。それだけじゃない。このレジ全体が何か異様なコスモに包まれているのか。掃除球、本当に何だ。
掃除球を取り巻いている。あの不気味なコスモは何だろう。掃除球を守る戦機のなせる技なのだ。しかしここで考えている時間はない。鬼が出るか蛇が出るか、シュン突っ込んでみるまでだ。私は美しい。そう、この地上のいかなるものにも増して。ミスティ、なぜお前がここにいるんだ。お前は俺が倒したはずなのに。美しい人は永遠に冷たい。美しい、それこそが私の冷たい。虫けらよ、私の美に刻まつける。他愛のない戦士よ、このミスティに殺されることをむしろ誇りに思え。どうしたのだ、私の美しさに押し付いた身に。ここでは太陽が拝めないようだ。今日は太陽し、私の美しさ、太陽を美しく、私の前では太陽でさえも輝きを失ってしまうのだから。そのナルシストっぽさは変わらないみたいだな。エッチ、私の体に傷が。この代償は死をも際がない。シュン、もう少しでこいつを倒せるぞ。相手を倒すのに血を流し、肉体を汚すブロンズにこのミスティが負けるわけがないだろう。あの世界に私の美に勝る存在はないのだからな。
気がついた支流たちと共に掃除宮へ向かった聖夜。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、聖夜たちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンと氷河の前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つ氷河だが、しかしその力は全て跳ね返され力尽きてしまう。そしてシュンはジェミニのセイントに対して攻撃を仕掛けるのだった。の前にいるセイントは存在しないのか。ティグナスは自らの剣で混沌していく。残るはアンドロメダのみ。負けないよ。そう、掃除宮がヤツが二人の死に場所となるんだ。
なんて強靭なんだ。でもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うときっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。シュンがネビュラチェーンを敷き、ジェミニに対抗する一方で、セイヤとシリュウは。なあ、本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前は生地目が見えたために、敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では、目の見える氷河とシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ。あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。な、なに？バカな、これは一体。堂々とネビュラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。全ては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど、一体どこに？ブロンズセイントのお前たちには気づくまい。永久、虫が神の存在を知るよしもないように。さあ、息の根を止めてやるぞ。ゴールドセイントの恐ろしさをとくと見ろ。Oh!
命令いく。今だ。ヨーガはその先を捨てさまよい続ける。そしてお前もヨーガと同じ運命になる。今だ。今度こそお前の最後だ。息の根を止めてやるぞ。アナザーディメンション、アナザーディメンション。行け、スクエアチェーンよ。サンダースレーブ。何？今までとは比べ物にならないほどコスモが増大している。言っただろ、コスモが高まる。チェーンの特色がはっきりすると。ミッドのスクエアは敵がどこに隠れていようと鋭く見つけ出して攻撃する。たとえどこに隠れていようと。僕はセイントとなった今でさえ人を傷つけることが嫌いだ。しかしこの12球での戦いだけは別だ。しかも相手が僕の大切な友を氷河を抹殺しようとするなら僕は戦う。徹底的にね。何？誰だ？私の瞑想を邪魔した者。なんだ？恐ろしく挑戦的なこのコスモ。幻影が乱れた。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。サンダーウェーブ。そいつが何光年彼方に隠れていようとも必ず見つけ出して倒せ。次元空間も超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかしあそこで幻影が乱れていなければ僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイント、カミューであった。
アクエリアスのカミュ、なぜあなたがデンリンキュに。あれが欧米級を守っているはずだ。そうだ、本来ならご老法の老子が預かるこのデンリンキュ。老子は長い間ロザンを動かした。いわばここは無人の宮。その無人の宮に、なぜ。ただだ、今日それはお前をここで食い止めるためだ。どうしたヒョウガ、なぜ剣を打ってこない。進むためには私を倒さなければならないのだからな。できません、死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞヒョウガ、その甘さがある限り私には勝てん。おとなしく引き返すのだ。ヒョウガよ、私がこの無人の天秤宮まで降りてきたのはお前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのならこの私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど、この氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのかわかる。マーマの船が沈んでいく、海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったらもう誰も近づくことはできない。マーマ、マーマー。何も持たないこの氷河にとって唯一残された大切なものだった。それをなぜ。黙れ、死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくるのだ。いくらあなたであっても許せない。たとえ誰であろうと、だからまあまあ奪う権利はない。やっと決心がついた、ヒョウ。ダイヤモンドだ。まだだ、オーロラサンダー。だだ、オーロラサンダー。だだ、どうしたのだ、ヒョウガ。逃げ回るな。だ、オーロラサンダー。だだ、いいか、ヒョウガ。お前がセブンセンシズを体得しない限り、お前に勝利はありえない。
ダイヤモンドダッシュ。おー、ダイヤモンドダッシュ。くそ、オーロラサンダーアタック。オーロラサンダーアタック。発狂よ、オーロラサンダーアタック。ダイヤモンドマッシュ。ダイヤモンドマッシュ。発狂よ。ここで止める。剣を振るうなどできない。氷河よ、その稚拙な考えを捨てるな。ダイヤモンド脱走。ダイヤモンド脱走。おい、ダイヤモンド脱走。発狂よ、ダイヤモンド脱走。やはりお前には無理だ。オーロラサンダー。これで、まあまあ、まあまあ、まあまあが俺にか。オーロラサンダー。ダイヤモンド。お前の心の中、母への思い、私への憎悪で満ち満ちて、そのように。オーロラサンダーアタック。この程度でこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私がインド王を
渡してやろう。何？両腕のパーツが水がめの形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな氷河。シリュウ。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ、お前がこれ以上進んでいったとしても必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかったよ。最後にお前の棺を用意し、その氷の棺はいかなることがあっても溶け、お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇っても、この無人の天秤球で永遠にさらばだ氷河よ。